うもピチピチなテクダンと申します。ドラゴンクエスト10オフライン実況プレイおまけパートその3始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでおまけパート3はエルフに転生してエルフの初期村の、物語を見ていきたいと思います。はい、ということで行ってみましょう。肌の色全部ピンクなんはピンクやね。どうしよっかな。もうとびっきりさ、いっちゃん濃いピンクにしてみる。代わりに髪の毛の色を色素薄めで白とかにしてみる。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、かわいいやん。髪型どうしような。違う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 。あー、この髪型も割とかわいいね。いいね。いやでも二つ結びは前しちゃったからな、可愛いけど。このちょっとイケ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 の髪型したことないしさ、ちょっとこれにしてみる。ちょっとイケイケエルフで顔はできるだけちょっとお目目丸めの方がクリクリ系がいいんやけど、あーこれかこれやけど、ちょっと釣り目気味やしな。これにするか。目の色。失礼。どうしようかな、目の色。あー、ちょっと淡めの。いや、紫綺麗やな。いや、こっちの方がちょっと、明るい紫でいいかもしれん。じゃ、次声です。声はみんな聞きましょう。これいつもの子やね、ジュウは。力強いですね。この辺男やもんね。2は？これ女の子でいいかな。これにしようか、ちょっとお姉さんっぽい感じ。ちょっと今回はお姉さんエルフで行ってみたい。あ、職業どうしようかな。戦士、僧侶、あ、ま、エルフやし、こう、魔法系なイメージやから、僧侶にしよっか。前、もともと魔法使いやったからね。うん。じゃあ、僧侶で、ちょっと、行ってみたいと、思います。その、このね、セリフはちょっと、パパ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 ーって呼んでいきましょう。ということで、エルフの村は、ツスクルの村ですね。学び屋の、あるところですね。フーラちゃんがもともと通ってたところっぽいけど、いるんかな。神はでも、あれじゃない、ヒミヤちゃんはいるんじゃないかな、もしかしたら。あー、ツスクル着きましたね。世界樹があって、いや久しぶりですね。ピンクの髪の毛の人多くない？なんかいかつい髪型の人でも。フーラちゃんやん。フーラちゃんいる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 。いた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 。いいですね。誰？私この人知らんで。少し落ち着いたらどうです。ノマ。これヒメヤちゃんでしょ？大人ヒメヤちゃん。そうおっしゃられましても、ヒメヤ様。ヒメヤちゃんのさ、大人ボイス聞くの初めてじゃない？今日はこの学問の村ツスクルが誇る若き天才が、私長年待ち望まれた古代呪文を復活させるかもしれないのですよ。そうなんや。あー、でもそれ失敗したんかな。滅びた呪文の復活は今まで誰も成功させることができなかったとても難しいこと。それをやるかもしれんと。ですが、あの子ならできるような気がするのですと期待されてるんやね。そうですね。では少しだけ。ごめんなさい、スイッチがすっ転びました。スイッチがすっ転びました。戻りますよ。これはびっくりした。スイッチがすっ転んだよ。あ、これは私やん。あと少し
あと少し。何が、今なんかもう呪文復活させようとしてる？この古代呪文が復活すれば、エルトナの大地が滅ぶ心配はなくなる。なんか、主人公がっつり喋ってるね。まあ、まだ絨毯じゃないから、人間の絨毯じゃないから。よね、中身が。いけない！なんか失敗してそう。何それしてる？私もやろうかな。パン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 。燃えちゃった。証拠隠滅。ねえ、もうちょっとだけ勉強教えて。フーラちゃん、かわいいな。こういう時は、死んじゃってる？心臓停止。停止してる？呼吸停止？フーラちゃん、それはさ、股間に耳当ててると思うんやけど、どう思う？あ、絨毯来ましたよ。蘇るよ、これから。フーラちゃん、可愛いなぁ。なんかさ、初めて会った時ってさ、ちょっと機嫌悪かってツンってしてたけどさ、可愛い子やもんね、フーラちゃん。超可愛い。あ、ピクピク。生きてる。ギャー。うるさいぞ、フーラ。あ、誰？朝なぎ。朝なぎって知らんよね。前ここにクエストに来た時って、あの女の子、明石ちゃんとか、なんだっけ、あのキノコっぽい子。ここの、この花、違うな、シスタ。木の花。なんかそんな感じの名前の、だって人がいたよね。死んでたのに生きてるんだもん。もう生きてるよ。死んだけど、実は。だから、死んでたのに生き返ったの。倒れちゃってる。なんだかまるで、別の魂が体の中に入ったみたいに。はいはい、わかった。そんなことより、すっげえドラゴンボール臭いな。そろそろ若葉の試みを始めるらしいぞ。あ、これなんかあれじゃない、キュウスケがさ、めっちゃ落ちたやつじゃない、卒業試験的な。もうそんな時間なの？どうしよう。フーラ、ちょっと頼りすぎだぞ。ふん、朝なぎの意地悪。かわいい。彼女は優しいからいいの。ねえ、ケキちゃん。一時期さ、あの、私の中でやけどさ、あの、フーラちゃんがキュウスケと同い年説が出てたからさ、結構ないいお年を召してた説がさ、ちょっと当初、あったけどさ、いや、よかったね。よかったね、このキャラやもんね。とにかく、これが僕たちの卒業試験だ。最後の試験だ。僕は君に勝つ。あ、な、ライバルなんや。でも16とかなら高校生ぐらいって考えればいいかな。高校生ぐらいやとしても結構ちょっと幼い気はするけど。いいな、フーラちゃんだけ違う服で。私あの人とお揃いやったやん。若葉の試みに受かる気満々だ。そうだよね。朝なぎも頭いいもんね。あ、そうなんや。ってことは、まあ、絨毯。なんか、絨毯でもなんか、賢いみたいな、そんな感じで期待されてるような、そんな雰囲気はあったもんね。はぁ、あ、私もいっぱい勉強したんだけどな。フーラちゃんはどうなの？そんなに賢くないかな？あ、この子、明石ちゃんじゃない？はぁ、あ、いいな、明石ちゃんは。まだ若葉の試みまで3年もあって。明石ちゃんはちゃん付けやし、あの子は呼び捨てやけど、私のことは様で呼んでるんやね。めっちゃ尊敬されてるって感じなんかな。明石ちゃん久しぶり。ズスクルの村。あ、間違えた。フーラさんの声が外まで聞こえてきたからびっくりしちゃいました。何事もなくてよかったですね、絨毯さん。え？エテネの村？ネルゲル？それって研究の話ですか？この村の名前ならツスクルの村ですけど。
それより外の広場に急いでください。ついに若葉の試みが始まりますよ。あーもうそんな早から試験とか受けるんや。若葉の試みはこの学び屋で、学びの庭で年に一度行われる育ちのための最終試験。この試験の結果で最上級生の皆さんの運命が決まるんですね。なんだか私まで緊張しちゃいます。はぁ、受けるのがとりあえず私と朝薙とフーラちゃんとキュウスケもいるんかな。まあ、とりあえず壺漁ってこ。宝物なんもなーい。タンスはなんもなーい。何もなーい。本棚はね、一度クエストできた時にここの本は目を通していますので省略します。これはこれ壺じゃないか。これ花瓶か。あー誰や。トマージ。若葉の試みが始まるっていうこの時に自分の研究の方に明け暮れたんだって。さすが天才絨毯さんは違うよな。まったく朝薙さんもついてないよ。うん、大天才の絨毯さんと同じ年に入学しちゃうなんてさ。ほんほんほん。別の年に入学していれば間違いなく天才ともてはやされていただろうにね。あー私が天才すぎてなんかそんなにパッとせえへんみたいな感じなんかな。別に天才って呼ばれる人二人おってもいい気はするんやけどね。ダメなんかな。ここ学びの庭は子供たちのために作られた学問の聖地。若葉の試みはその創設の頃から行われてきた伝統ある試験です。若葉の試みに参加される方はこのまま廊下を進み、あ、これ廊下か。受付の六章に声をおかけください。ジュダさんも頑張ってくださいね。なんてあなたなら目をつぶってたってやすやすと合格しちゃうんでしょうけど、そんな天才扱いっていうか天才なんや。より、若葉の試みってそれはそれは難しい卒業試験らしいだな。やフーラさんも大丈夫だべんか。どこの子やろ。いいえにしてみよう。そうだよな、若葉の試みは直前の詰め込み勉強だけで合格できるほど甘くねえよな。あー神様、フーラさんの山を当ててやってください。山結構あれなんかな、ちゃんと勉強してなかったんかな。詰め込みで勉強してたんかな、なのかもしれない。おっと絨毯さん、若葉の試みに参加されるのならそちらではありませんよ。廊下を進んで受付の6章に声をおかけください。あ、探索はまだできへんのや。そう、この子かな。あ、キュウスケじゃない。いやモズさんじゃないですか。あ、モズさん。じゃあこの人じゃないか。6章は下におった人かな。何してんの。宝でモズさん、若葉の試みを受けるのも3回目でしたよね。あ、そうなんや。そろそろ合格したいですよね。この子もあれなんや、落第生なんや。そんなあなたに心強い味方、辞書の中身を丸ごと覚えられるキュウスケ様の魔法の薬はいかがかな。なんやそれ、怪しいな。1万ゴールド高っ。言いたいとこだけど、今なら試験直前大サービス、たったの4000ゴールドだ。いや、それはそれで高いぞ。今ならなんともう一本、同じものをもう一本つけちゃう。買うかい。買うだろう。買うに決まってるよな。これ詐欺かな、もしかして。詐欺働いてるかな。絨毯でーす。これは学びの庭創設以来の大天才、知性の泉、知識の宝庫と歌われる神道さん。あー、そんな天才なんや。でもどうしよう、私さ、中身さ、人間の渋滞から何の知識もないんやけど。こんなのあなた様には全く必要のないものですや。いらんけど。では私は先を急ぎますので、アデュース。アーディオース。やっぱあんまりなんか良くないことをやってる感じなんかな、商売的に。開いちゃった。助かったわ、ジューターさん。キュウスケさんしつこいから困ってたの。あ、そうなん。あの人ったらろくに授業も出ないのに、若葉の心の時だけは、試みの時だけは来るんだから。し
かも毎年、知の試験には受かるけど、力の試験に、試練に落ちて、落ち続けて、10年ですって。ほんと筋金入りのダメ留年生よね。あ、知の方が受かってるんや、むしろ。頭いいんや、実は。でも体力がないの？あ、この人らじゃない？あ、シシノタとコノタかな？ぐへへ、この薬をちょちょいっとこの方にかけてたな。こいつをぐっとまぬ飲みすると中身を覚えられるって話だ。どれ？むしゃむしゃ。ちょっと暗記パン的な。なんか匂いが、うぐ。ペッペ、食べられたものじゃねえや。だいたいこれただの醤油じゃねえか。死んじゃう。キュウスケの野郎騙しやがって。やはり詐欺でござったか。あんちゃん。もうなんか情けねえって目で見てるんかな。ガツ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 。ゲフーン。若葉の試みに受かっちまったら、おばちゃんの味ともおさらばだろう。今のうちに食いだめしておかないとな。あ、この人も受けるんや。このピンクのツンツン頭の少年。あー、忙しい忙しい。なんで学生ってのはこんなにも食べっぷりがいいんだろうね。作っても作ってもキリがありゃしないよ。なんか高校生とかなる18歳ぐらいってなんか一番食べてる気がする。あ、この人やね、六章さん。5本。ここでは学びの庭の伝統ある卒業試験、若葉の試みへの参加を受け付けている。ま、この廊下も全部見て回ったからもう行っちゃっていいかな。そなたは最上級生の絨毯だな。若葉の試みを受ける準備は、あ、いいですよ。よし、いい返事だ。うい。健闘を祈る。うっす。でも今から受けに来て、フーラちゃん、かわいい。あんなに勉強したのにドキドキして全然思い出せないの。大丈夫か。東の空から火の矢が落ちた。燃え落ちるは青い屋根、赤い屋根で何の引用だっけ。なんやそれは。いや私受からん気がするな。あ、誰誰。伊豆屋の井先生。伊豆屋の井先生、その人知らね、前出てきてなかったよね、多分。伊豆屋の井先生。いよいよこの日が来たな。ですな。今年の若葉の試みには天才であるお前と秀才朝凪が挑む、うん、この学びの庭の創設以来初めて複数の合格者が出るのではないかと皆楽しみにしているぞ。え、初めてな。今まで一人しか出んかったんでたとしても、やとしたら生徒さ増える一方じゃない。これもしかしたらさ、フーラちゃんは受からへんって思ってるっていう感じなんかもしれへん。かわいそう。さて、全員揃ったようだな。よし、集まれ。はーい。キュウスケも受からんって思われてるんかな。まあ、キュウスケはしゃあないか。我が庭の学びの徒たちよ、よくぞこれまで修練に励み頑張ってきた。キュウスケいるね、フーラちゃんもいるし、朝なぎもいるし、さっき喋った食堂で喋ったピンク髪のツンツンの子左後ろにいるね。私の後ろにいる右後ろの人ね、なんかカーテンみたいじゃない。ここに集いしお前たちはこれより若葉の試みを受けることとなる。若葉の試みとは、古くよりこの学びの庭に伝わる最終試験、己の知識と力を示す試練だ。カーテンと同じ髪型と髪色してるもんね。知を試す一次試験と、はいはい、力を試す二次試験、うん、この双方に合格した者には一人前の証が授けられ、学びの庭を卒業となる。え、これフーラちゃん受かってない疑惑ない？あれどうやったっけ、なんかそういう話してたっけ。あっちでだって一人前の証って多分私しか持ってないでしょ。だが残念ながら若葉の試みに不合格だったものはまた一年修練のやり直しだ。さて、前置きはこれくらいにして、これより一次試験を始めよう。はーい。お前たちにはこのツスクルの村を出て知恵の社へ行ってもらう。ふんふん。そこが知の試練の会場である。知恵の社って本がいっぱいあったとこじゃない。この村の西にある出口から外へ出て、うん、道なりに行けばたどり着けるだろう。村の外には魔物がいるからな。知恵の社へ向かうこともまたお前たちに与えられた一つの試練である。
なるほどね。さあ学びの友、この庭で学んできた全てを見せてもらおう。行け、試験は今始まったのだ。あー、行ってどうするんやろ。もう行っていいの？自由行動？よし、じゃあ探索しよう。ここを寄宿舎を、違う、ここを探索したんや、この辺を。だからここは全然入ってへんわけや。3円。多少お金ないとね。お前さんなら若葉の試みなんて軽く合格すると先生方はみんな期待しておる。天才っちゅうのも大変じゃの。期待に応えなあかんもんね。いや、重たいですね。こっち。この辺がね、クエストの中あったとこやったもんね。ここ。多分。いや、こっちやか。タンス。いや、多分右の赤い座布団のとこや。お金。こっちの隣人いるかな？いないね。薬草、ナイス。ここ人、いないね。薬草、いいね。装備買わなあかんもんね。なんか、盾か、なんか、その辺のね。この人声かけてみよう。イシュや。緊張で腹の調子が、俺のことは気にしないで先に行ってくれ。別に順位とかは関係ないんやね。知ってる？地の試練に合格すると、ルーラストーンがもらえるんだよ。あー、そうなんや。それでもらえるんや。いいよな、ルーラストーン。使うと、その石に記憶させた場所へ一瞬で飛んでいける。魔法の石なんだって。ってことは、キュウスケはルーラストーン自体は持ってるっていう感じなんかな。薬草。研究室、入っていこう。ここに前の、あの先生おってんじゃん。この人違うな。おかしいの。確かこの辺りに隠したはずなんじゃが。おい、絨毯、若葉の試みをほったらかして遊びに来るとは、さすがやることが違うの。それにしても、わしの心のユートピアは、一体どこに消えたのやら、年は消えた、取りたくないものじゃの。なんやろ、ここで見つけたやつでしょ？ラブレターとは関係なし？だってあの人が書いたわけじゃないよね、別に。違うな。お前が若葉の試みに挑む日が来るとはな。月日が経つのは早いものじゃ、絨毯。わしはお前がこの村に来た日のことを昨日のように思い出せるよ。村の外に倒れていたお前を見つけたのは、巫女の館にお仕えするノマさんだった。ほう。お前は痩せこけて小さな体で、おまけに重い病に侵されていてな。姫屋様の祈りで奇跡的に命を取り留めたのだよ。しかし、親のない子を奴隷のように働かせ、病気になったら捨てるとは、血も涙もない奴がいるものだな。あ、そんな環境で育ってきたんや。育ってきた最初は。あ、ここに来れてよかったね。で、天才にもなれたわけや。いい人生や。死んじゃってるけど、実は。道具屋とか、まあ、お店はよくて。どこ行けてる？職員寄宿舎。あ、行ったね、さっき。はいはい、私は現役の頃美人教師と呼ばれたエタラ先生ですよ。人に物を教えるのが大好きなの。 ZR ボタンを押すとどうのこうの、冒険を進めるとどうのこうの、こういう話はいいんです。ちょっと姫屋様のとこ覗きに行ってみようかな。なんかもうあれやな、なんか私がなんか、死んだこと、その元の絨毯が死んだこと。ここは、ツスクルの巫女姫様の館、許可なき者を通すわけにはいかぬ、立ち去るが良い。はーい。あんまりさ、なんやろ、死んだものとされてないから、ちょっとなんか変な感じよね。まあ、絨毯さん、大切な試験中に私などに声をかけてくださるなんて、ぽ。お礼にあなたにいいこと教えますわ。知恵の社を目指すのなら、ここではなく、村の西から外に出た方がずっと近道ですよ。あれ？あ、出るとこ二つあったんか。そっか。なんかこの辺は畑があったよね。あ、みやびちゃん？あ、そんな最初からここおったんや。はぁ、変わったる。なんだってこの板場絵城の私が畑を耕さなくちゃならないのよ。そうなんや。こんな最初からいたんや。遊び人のクエストでね、出てくるんですけれども。
ジュータン殿に言うまでもありませんが、ここから村を出て道なりに西に向かえば地の試練を行う知恵の社に行けますぞ。そういえばジュータン殿は初心者用の武器をご用意されてましたな。外に出る前に忘れずに装備してくださいね。あれ装備されてない？してるよね。うん、だってあと何も、スティックこんなんな木やん。まあ、いっか、じゃあとりあえず行きましょう。いや、あの、まあ、とりあえずそこね。この主人公ジュータン死んだ話はさ、レーンの村やったらさ、ちゃんと、まあ、葬儀までしようとしてたし、あのアグラニのところでもさ、今日死んだんじゃないかってなったけど、今回フーラちゃんがチラッと見ただけな感じやもんね。よく来たな。ここは知恵の社、太古からの知恵が眠る神聖な地。そして今日はお前たち学びの友の知の試験を行う会場でもあるということで、じゃあちょっと入ってみましょう。宝箱あったね。さて、話しかけたらいいかな。頑張って魔物を倒してもそれだけじゃなかなかお金がたまらないだろう。お金稼ぎのコツは今すぐ必要じゃないものはみんながそういうこと言っています。それと知の試験は2階でやってるよ。頑張りよ、絨毯。うい、任されよ。この人でいいかな。あー、始まっちゃったわ。知の試験。うん、結構結構。朝なぎよ、完璧な答えちゃったぞい。学びの庭でしっかり学んできたようじゃな。あー、もうテスト始まってるんや。これでお前さんの地の試練は終わりじゃ。早っ、学びの庭へ戻りなさい。だってこれでさ、ルーラストーンもいただけたわけでしょ。早いね。ありがとうございました。ありがとうございました。いい声してますね。それでは次、誰が地の試練を受けるのじゃ。はいはいはい、私が受けまーす。あ、フーラちゃん合格したん。うん、そんなところに突っ立っておらんと、こっちへ来い。こっちへ来い。お前さんとは幾晩もここで語り明かしたの。あ、ほんまに？そうなんや。そんな仲良し？そなたの知識のほど地の試練で試すまでもないことはわしがよう知っておる。あ、じゃあ顔パス？お前さんの力なら卒業は確実。最後の機会じゃ、わしの問いに答えておくれ。なんやろ。行くぞ。はい。我らエルフは世界樹と共に生き、共に滅びる運命だという、うん、これは真実であろう。間違えたらどうなるんやろ。え、家にしてみていい？なるほど。では次。一問じゃないんやね。遠い昔、空には二つの太陽が昇っていたという、これは真実であろうか。はい、いいえ。なるほど。では最後じゃ。え、それってなんかレイダメデスとかの話なんかな。この知恵の社から見える光の川、聖なるものとも悪しきものとも言われておる。お前さんは聖なるものと思うかの？いいえ、もうむちゃくちゃな気するな。全然ダメって思ってるかも。いや、よかった。こんなにめでたいことはない。え？お前さんとは長い間ずっと議論を戦わせてきたが、最後の最後でわしと全く同じ意見になるとは。え、これ何答えてもよかった？もしかしてこれで胸のつかえも降りた。お前さんと意見が一つになったのじゃ。これほど心強いことはない。絶対何答えてもええやつやん。一人前となった暁には共に飲み明かそう。ああ、いいね。おっと、今は地の試練の最中じゃったな。めっちゃ自分の感情を入れるやん。ではお前さんの地の試練は終わりじゃ。あ、もう終わり？ツスクルの村の学びの庭に戻るがよい。そして地の試練を終えたことを
伊豆屋の伊先生に報告するのじゃ。ルーラストーンはそこでもらえるんかな。ってことはさ、自分でちゃんとルーラで帰らなあかんやん。クー先生に考える時間をもらったけど全然わからない。僕も絨毯さんみたいに頭が良かったらな。すっごい適当に答えてたけどいいんかな。知ってた？光の川ってここツスクル平野だけじゃなく世界中いろんな地域で見られるって話よ。あの輝く川の底に何があるのか、これまで世界中の学者たちが調べたけど結局何も分かっていないんだって。そっか。まあ、ということで、じゃあとりあえずツスクルの村の方に戻りたいと思います。あ、なに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 。おい。あ、なんでしょう。受かったよ。さっきの豊幌先生の答え、あれはなんだ。豊幌先生は喜んでいたが、僕にはわかる。あんなのいつもの君の答えじゃない。え、そうなん。これって何答えてもそんな風に言われるんかな。どういうつもりか知らないが、力の試練は真面目にやってくれよ。いや、確かに確かに真面目にはやってないけど、確かにそうなんですけど。怒られちゃったよ。じゃあとりあえず戻ろう。はい、ということでツスクルの村戻ってきました。報告してね、しっかりルーラストーンをいただいていきたいと思います。お、絨毯よ、よく戻ってきたな。地の試練は終わったのか。何、地の試練ではなく豊幌先生の問いに答えただけ。わはは、豊幌先生も味な真似をなさる。まあ絨毯の学力をもってすれば地の試練など簡単すぎる問題だからな。いや、これはちょっとでもダメなんじゃない。ちゃんとした方がいい気がするんやけど。皆が戻ってきたら合格者を発表しよう。それまで寄宿舎にいる明石に声をかけて休んでいるといい。ああ、そう。なんで明石ちゃんに声かける。明石ちゃんどういう担当なん。まあいいでしょ、明石ちゃん。絨毯さん、地の試練お疲れ様でした。結果が出るまで時間がかかるそうですし、お部屋で少し休んでいきませんか。まあいいけど、みんな休むんかな、ここで。ではゆっくりお休みください。あ、回復してくれるのね。あざす。これで結果発表出てるんでしょうか。よくお休みになれましたか。はい。いよいよ結果が出ると思うとなんだか緊張しちゃいますね。赤ちゃんなんか喋るん初めてじゃない。声ありで。あ、フーラちゃん、どうだったの。フーラちゃん、私全然答えられなかったの。あら、あんなに勉強したのに頭が真っ白になっちゃって。ねえ、もし私が地の試練に受からなくてもずっとずっと友達でいてくれるよね。ああ、もちろん。本当？ありがとう。もうくよくよしないよ。あなたがいてくれるもん。あら、かわいい。耳だけちょっと怖いんやけどな。耳の穴。ここにいたのか。これから地の試練の合格者発表をするらしいぞ。全員広場に集まれってさ。はーい、じゃあ行こう。それにしてもなんか変だな。あ、バレてる？まあいいけど。死んでるんです。死んだんです、一回。それがバレてるかな。帰ってきてすぐ発表か。まあ聞きに行ってみようか。どうなんやろね、フーラちゃんがどうなるんかが気になるな。絨毯さん、早く広場に行かなきゃ。地の試練の合格者が発表されるんですって。きっとみんな合格してますよね。あんなに頑張ったんですもの。さあ、キュウスケ、知の試験は受かるタイプなんでしょ。じゃあお願いします、発表。来たか。来ました。よし、全員整列しろ。うい、整列。みなよく頑張ったな。なんか右、お前たちの答え確かに受け取った。なんか右後ろの人なんかうなだれてない？大丈夫？では早速一次試験の合格者を発表しよう。この方。うん、この方。浅薙。え、私は名前で呼んでくれるのわかるけど。
そしてキュウスケ。うん。以上。あー、ウーラちゃんダメなんや。初めて地の試練に合格した二人は前へ。キュウスケは毎回合格しとるって言うもんな。地の試練に合格した証として二人にルーラストーンを授与する。使い方は寄宿舎の前にいるジアンに使い方はいいです。ウーラちゃん、そっか、ウーラちゃん留年してるんや今。そっか、ルーラストーン。合格者の3名は巫女の館へ向かえ。そこで禊を受けた者から世界樹の丘へ出発するように。あ、そうなんや、行っていいんや。残りの者は部屋に戻りなさい。もう一年修練のやり直しだ。では解散。もう一年っていうのつらいな。受験みたいなもん。受験もね、一年あれやもんね、開くもんね。私どうしたらいいの。あー、泣かないでフーラちゃん。落ちた人の方が多いんやから。まだ泣かないで。先に行くものと残されるもの、試験とはこういうものだ。お前たちが気に病む必要はない。昇進に浸っていては世界樹の丘へたどり着けぬぞ。さあ行け。ああ、みそぎか。ルーラストーン。ルーラストーン、ルーラストーン。あれが強烈すぎるんやけど。他なんかルーラストーンさらっとくれるやん。あの人だけなんであんな強烈やったんやろ。まあ、ということで、行きましょう。力の試験を受ける絨毯だな。この館へ禊を受けに参られたのか。はい。では中に入りたまえ、案内の者に従うのだ。お邪魔します。よくいらっしゃいました。はい。若き世界樹の葉よ、私の名はアザユミ。アザユミ。ユーチャリー、愛してる。ユーチャリーや、そうや、彼女の名前。キュウスケさんはまだ中にいらっしゃる。ここにユーチャリーいるの。あ、この子がユーチャリー。かわいいやん。キュウスケさん、禊は終わられたのでしょ。速やかに世界樹の丘へご出発ください。めちゃくちゃかわいいやん。俺はこうして禊の間でユーチャーリーに会うためだけに毎年若葉の試みに落第してるんだぞ。あ、そうな、そんなことしてるん。ほんまは、え、じゃあユーチャーリー別に彼女でもなんでもないんかな。一度の貴重な時間なんだから、ゆっくり会わせてくれてもいいじゃねえか。なんかでもさ、なんか強い男が好きみたいな、ユーチャーリンが言ってたみたいな、そんなことも言ってたよね。キュウスケさん。あ、ごめんよ、大きな声を出したりして。そうだね、君の立場を悪くしちゃいけない。残念だけど、おとなしく帰るよ。え、実際彼女なんやったっけ。でもこの人からしか聞いてへんから。ユーチャリー、嬉しい、キュウスケさん。ああ、そうなんや。そうなんや。それじゃまた来年な。アディオース。いや、でも辛いな。なんか他の休みの日とかオフの日に会えたりせえへんのかな。一途やな。まったく嘆かわしい、あのようなものが地の試練の合格者と。いや、でも一人の女を思い続けるの素敵やと思うで、私は。だって離れててもユーチャーリー、ユーチャーリー言ってても別の女に。お待たせしましたね。では、はい、巫女姫屋様のもとへお言葉を賜りに行きましょう。はい、別に別の女にうつつを抜かしたりみたいなことしてないんやからええと思うんやけど、ダメかな。ダメか。失礼いたします。最後のものを連れてまいりました。なんか姫屋様やったら気づきそうじゃない、あなたなんかって。あ、なんかあの昔あった方の
絨毯みたいな。なんかいろいろ、そっか、姫屋様。そっか、もう覚えてそう。え、どうやろ。まあ。あ、絨毯です。よかった。姫屋様の祈りが届いていたようですね。あ、どうしたんどうしたん、なんか死んだことバレてる？あなたのことは、姫屋様も私もずっと気にかけていたのですよ。ああ、単純に知の試験に合格したかどうかっていう、そういう話かな。頑張っていますね。はい。ノーマン、下がりなさい。すみません。本当に無事でよかった。今度は気をつけるんですよ。ああ、普通にあれか、呪文失敗した時の話か。え、バレてんの？バレちゃってるんですか？それ。中身ちゃうやんって。そなた。はい。いや、今は良いでしょ。溢れる知恵を示した若葉よ。はい。この世界におけるそなたの役目はまだわかりません。超重要ですよ、実は。しかし、次なる試練、力の試練に打ち勝てば、世界を巡る手段を得られるでしょう。外界への扉を開きたければ、心して試練に臨みなさい。そなたに風の祝福があらんことを。あざっす。ありがとうございます。ありがたいお言葉。姫屋様のお言葉、しかと胸に刻んでおくのですよ。はい。では、みそぎの前と参りましょう。ユーチャーリンがしてくれるんでしょ？してくれる？してくれるんでしょ？見てたよ、さっき。キュウスケがなんかやってたとこ。こちらがみそぎの間です。お入りください。はーい。来ましたよ。ユーチャーリン、さあ、この方にみそぎを。お願いします。はい。あなたがこれから行く世界樹の丘は、うん、この村の巫女たちが長きにわたって代々守り継いできた聖地です。代々って言ってるけどさ、姫屋様さ、500年生きてるんじゃなかったっけ？その地で、力の試練を受ける前に、世界樹の朝露にて、身の汚れを払いましょう。え、これレベルちゃんと上げてから行った方がいいかな？力やからバトルしそうじゃない？あざーす！世界樹と風の祝福があなたと共にありますように。ありがとうございます。これでそなたの身は清められ、力の試練へ臨む準備が終わりました。さあ、参りましょう。参りましょう。もう行っていいんや。どうやって行くんやったかな。世界樹の丘は、うん、この村の東、クオンの森の奥です。そこで、世界樹の精霊があなたに力の試練を与えるでしょう。クオンの森の奥。どうぞ、お気をつけて。はーい。うん。ということで、まあ、向かうみたいなんですけれども、どうやろ、ちょっとだけね、ほんまにちょっとだけないけど、バトルして、お金が、ほんのちょっと溜まってると思うんで、なんか盾とか買えるかな。いや、売ってないな、盾が。盾売ってるようなとこないんかな。あ、川の盾あったね。1しか上がらん、どうしよう。ピンスティックになるまで貯める方がいいかもしれへんな。いやー、ちょ、なんか売るか。これ初心者の槍とコーン打って、もうスキルパネル実はちょっと開いちゃって、スティックのとこ一個ね、だから潜っちゃって、魔法の小瓶
いやどうしような。とりあえずちょっとどこから出ればいいんや。あら、どこから出ればいいとか書いてないね。これまでの違うお話でいいんか。クオンの森、あー、ツスクルの村のそっから出てそっちに行ってってとこやね。じゃあまあそこに行くんですけれども、お金貯めてピンスティックかなんかその辺買って、で、そっからちょっと、向かうことにします。レベルもね、7、8ぐらいまでが適正だと思うんで、そこまでは上げたいと思います。はい、ということで、クオンの森来ましたね。クオンの森に来て、で、レベルも今は、7まで上がっております。さあ、7で大丈夫かなーっていう心配はね、まあ、若干あるんですけれども、いや、これ違うな。これ強い敵がおる方に行ってしまってるな。この柵越えたらだって強くなるっていう風に、なんか、要所要所のいろんな場所で聞いたりしたこともあったもんね。芋虫。この人たちもよっちゃんで倒すことができたら、あー力の試練も良さそうなんですけれども。いや、普通にぶつかってしまったわ。なんか、経験値めっちゃ美味しかったしな。もうちょっとで上がりそうやん。まあ、上げてもいいかもしれへんな。あと18やから。どうしようかな。上げちゃおうかな。ということで、レベルは8になりました。ので、まあ、ここで戦うのも大丈夫じゃないかなと思う。この先は、世界樹の丘、これよりお前の力が試されるであろう。準備を整え、心して進むがよい。ということで、じゃあ行ってみましょう。はい、いますね、先生。やはり、そなたが一番乗りか。私は、執行。うん。力の試練を見届ける者。うん、よく来た友よ。俺は若葉の精霊だわ。精霊だわ。この世界樹と共に生まれ、遥か昔より学びの徒たちの力を試し続けてきたのだわ。だわ。さあ友よ、これと戦うのか。俺に打ち勝ち、力を示せ。今回はそれこそが力の試練。この試練を乗り越えれば、お前は真の一人前と認められるんだわ。悪と戦うっていう感じじゃないね。準備は良いな。いいです。多分これより力の試練を始める。行きましょう。まあ、レベル8になったしね。なので挑むつもりやったもんが8になったんで、まあなんとかなるといいなと思いながらやっていきたいと思います。ちなみに武器なんですけれども、コンにしました。俺に力を示したわ。攻撃重視でいきました。いった。なかなかだわ。まあ割と入ります。いい力だわ。痛い。ぼちぼちんとこで回復、あー、リホイミつけとこうかな。はい。そっか、リホイミ覚えておったか。ただホイミもかけておいて、ちょっと安心を。よし、これで攻撃に集中していこう。いいぞいいぞ。20。様子を見ている。なめぷし始めたぞこいつ。リホイミぼちぼち切れそうやな。120って書いてあったもんな、全部で。いいね、リホイミ超いい。オーディープレス痛い。はい、リホイミ終わりました。じゃあかけよう。なんか便利やからかけとる方がいいかもしれないね。薬草なんて持ってるの。
自分の体についてる草食べてるんかな。そういう感じかもしれん。バギーとか、わあ。いやでも結構回復できてるよ、リホエミで。下手になんか回復とか挟まれるぐらいやったらもうどんどん攻撃してくれる方がいいかもしれへんな。いいよ、もう黄色になってるから今回は普通に1回で勝てそうな気がする。え、2回連続攻撃？これはあかんやろ。これはズルやって。いい力だわ。いい力ですか。え、リホエミ回っちゃった、まずい。あ、よし、かけれた、かけれた、よかった。2回連続じゃなくてターンがあれか、2回回ってきてただけか、単純に。だから私も2連単になってたわけか、そういうことか。こんな段階で2回攻撃とかやめてほしいもんね。まだ、いや、痛恨とか出されたらすごい痛そうやな。あかんなってるね。いいね、これは今回は普通に勝てそうですね。オッケー、やったー、若葉の精霊をやっつけた。はい、レベル10になっておきましょう。えへへ、えへへ、ザオ。まいっただわ。だわ。お前、よく頑張った。なかなかいいだわ。いいでしょ？あ、回復してくれたんやね。そんな引きちぎっていいの？合格。やったで。これにわざとキュウスケは負けてるわけや、毎回。うん。この世界樹は3本目の世界樹。ああ、3本目。悪しき者たちは何度も地上から世界樹を消そうとしたのだ。もう意外と少ないね。だが、その度に勇気あるツスクルの巫女が立ち上がり、世界樹が絶えないように阻んできただわ。折に力を示したものよ。はい。お前もその勇気を忘れない限り、未来への道が途絶えることはないだわ。だわ。見事だったぞ。ニコニコ。これで巫女姫屋様から一人前の証を受け取れば、学びの庭は卒業だな。では次。キュウスケとアサナギよ、力の試練はどちらから受けるかね。アサナギからでいいです。俺は後から適当で。そんな感じなんよ、ね、キュウスケよ。アサナギの見た目。お前もそろそろ本気で力の試練に取り組むべきではないか。このままではずっと半人前。守りたい女性がいても守れぬぞ。これでそっか、なんか言ったりしたんかな。では朝凪、そなたから始めよう。あの、ゆうちゃり。準備ができたらこちらへ。朝凪も卒業するんかな。大変やな、世界中の誰や、何や。見せてもらったぞ。あ、はい。なんだあの必死な戦い方は。必死でもいいやん。僕はもっと鮮やかに勝ってみせる。ほんまか。危ないだわ。危ないだわ。何したん。え、いって何が危なかった、どうしたんやろ。この聖なる地に魔性だと。まあ、魔性は絶対出てくるんや、ね、逃げろ、早く触れたら死ぬだわ。死。先生、先生、早く逃げろ、逃げろだわ。来い。全然めっちゃ来てるやん、あの光。あの、そう、それそれそれ、オープニングオープニングなんかな。シュル。まあ毎回見ていきましょう。なかなか5回も見る人もおらへんのじゃないかな。うお。
どんなもんやと思ったよね。これ最初勇者が生まれるときに放たれる光やけどさ、あのプクリポがバーって逃げてるの見てすごい不穏なもんかと思ったりしたよね。なんでソーミャちゃんだけこんなピックアップされてるんやろ。光が綺麗よ。実家、フーラちゃんの実家。あの人たちの試験どうなるんやろうね。もうだって無理そうやん。魔性がかき消された。今の光は一体。ああ、キヨスケ、えらいとこに立ってるな。せめてどっちかに寄ったらいいのに。そんな、世界樹が生きろ。世界樹、檻の力全部やるだわ。うん、そんなことしちゃっていいの？守らなあかんものなんかもしれへんけどさ、守っていかないけんもんやとは。若葉の精霊、心配するな。世界樹がある限り檻は死なないのだわ。ほんまに？信じるよ、その言葉。ああ、世界樹はとりあえず元気になったんかな。学びの庭へ戻ろう。ここで起こったことを伊豆屋の井先生に伝えるんだ。あなたたちの試験どうなるんやろ。私はさ、もう全然合格でいいとは思うんやけど。ということで、とりあえずツスクルの村まで戻ります。これ職業クエストですね。伊豆屋の井先生、この人？ああ、この人。絨毯、無事でよかった。先に戻ってきた朝薙より話は聞いた。本当に大変な思いをしたな。今は若葉の試みのことは後回しだ。巫女の館へと急ぎなさい。朝薙と九助も待っているぞ。はーい。でも私はさすがにさ、合格にしていただかんと。ね、買ったんやから。来たか絨毯、姫屋様がそなたをお呼びだ。さあ中に入りたまえ。はーい。お待ちしておりました。さ、こちらへ。はい、お邪魔します。キュウスケもいるんでしょう。ユーチャーリンは？失礼いたします。はい、お連れしました。もっとこちらへ。死、幸と若葉の精霊のことは残念でした。うん、私も風たちのざわめきから話を聞き備えてはいたのですが、魔性からそなたたちを救ったあの大いなる光は世界の中心レンダーシアより放たれました。うん、あの光こそ伝説の勇者が覚醒した証。レンダーシアの地のいずこかに勇者が現れたことを示すものです。ここです。そして勇者とは混沌の世に生まれてくるもの。あの光は同時に大いなる闇の誕生を示してもいるのです。朝薙、九助、そしてそなた、お前たちはあの魔性を前にしても
恐れずに立ち向かいましたね。いや、立ち向かったんかな、逃げてたよ。何者をも恐れぬその偉大な勇気はこれからの世に必要とされることでしょう。立ち向かったわけじゃないと思うんやけど。力の試練に合格したそなただけではなく、特別に朝凪と九助も合格とします。お前たちも学びの庭を出て旅立ちなさい。なんかうまいこと九助をさもうなんか追い出そうとしてない？そんなことないよね。何を驚いているのです、九助。ユーチャーリン、そなたにも朝凪にもその力は十分に備わっているのですよ。それに九助、そなたも死幸の言葉で心を決めたのでしょう。はい。強い男になれ。勇者の覚醒、そして大いなる闇。俺が勇者かもとか思ってないやろうね。世界に何かが起きているんだ。こいつとの勝負なんて小さなことにこだわってる場合じゃない。この人さ、おい、後々出てこんくなかった？朝凪って。朝凪、そなたには優れた英知がある。旅をしてその力を育てなさい。そしてこの者の意志を継ぐのです。意志って死んでないって言おうと思ったけど、死んでること知ってるか？それは一体。そっか、姫ちゃんわかるか。それでは巣立ちの儀を始めましょう。さあ、冒険の書を前に。そっか、大いなる風の神よ。九助も持ってるんやね、一人前の証。育みの世界中、一人前の力をもてし、この者たちにその証を与えたまえ。これが、世界中の模様ね、エルフの。一人前の証だ。それを持てば、異国の王との謁見も許されることでしょう。その証に恥じぬよう、正しき行動を心がけるのですよ。だから九助あっこ入れてたんかな、あの神春向いに。そっか、そういうことか。行きなさい。この学問の村が誇る若葉たちよ。若葉なんかな、九助。そなたらの未来に、世界樹と風の守りがあらんことを。ありがとうございます。ユーチャーリンにふさわしい男になってみせるぜ。じゃあね、お先にアディオース。アディオース。でもあなたなんか勝負は向かねえ、アディオースって言っとった気がするんやけど。僕も行くよ、世界に起きていることを解き明かすために。なんかバージョン2とかで出会えたりするかな。そしてさっき姫様がおっしゃった言葉の真意を知るんだ。びく。君も元気で、またいつかどこかで会おう。おったんかもしれへんな。でもなんかどっかに、気づいてないだけで。私がようやくわかりましたよ。古代呪文の復活に失敗し死んだはずのそなたが、なぜこうして生きているのか。なんで死んだって分かってる。そなたの本当の姿はこちらです。いや、ラーの鏡じゃないんかい。大いなる使命を果たすために魂を救われ、その体を与えられたのでしょう。そこラーの鏡でもいいやん、別に雰囲気損なわんと思うんやけど。今は世界を巡り修練を積みなさい。はい。その力を世界の人々のために役立てるのです。そして各国の英雄に与えられる勲章、キーエンブレムを集めなさい。さすれば必ず道が開けることでしょう。こうして見ると、はい、どこから見てもあの子なのに中身は違うんですね。全然違います。その体の持ち主はエルフの宝でした。うん、我らの先頭に立ち導いてくれるはずの存在だったということを、夢夢忘れずにいてください。そなたが立派に使命を果たせるよう祈っていますよ。また会おうね。
朝凪さんたちが巣立ちの儀を終えたことは学びの庭の人たちに伝えました。うん、さあ旅立ちの時です。まずは西へ向かい、風の町アズランを目指すといいでしょう。なるほど、これでアズランに行ってあのフーラちゃんの件を解決するわけだ。風乗りの儀のどうかお気をつけて。なるほどね、こういうあの巣立ちの儀、若葉の試練についてのお話やったんやね。あ、あざっす。結構がっつりフーラちゃん出てきてたね。まあ、キュウスケもやけど。キュウスケの方が濃かったかな。でも、キュウスケのことがちょっと分かってよかったかもしれん。いや、こうやってさ、やり終えた、いろいろやり終えた後にこうやって別の見るのも面白いね。ほら、例えばさ、こんなところにみやびちゃん、こんな最初からいたんやっていうのもね。知ることができて、まさか遊び人やなんて思わへんやろうね。このエルフから始めた人はみやびちゃんが。やし、最初からおったってことも覚えてない可能性もあるかもしれへんもんね。はい、ということで、今回はエルフの初期村のストーリーを見ていきました。次回、オーガの村、ランガオ村ですね。そちらのイベント、ストーリーを見ていきたいと思います。それで、おまけ編は終了になり、いよいよ、フィーフィー。はじゃ舟の完成、ちょっと、見に行きたいと思います。いや、もういよいよ、見えてきたと思います、エンディング。いや、だいぶ遊んでるけどね。いや、いよいよかー、もうかーって思うけどさ。いや、もう、あ、違う、これ見てもしゃあない。プレイ時間2時間40分。これ見てもしゃあないわ。これ、あれやからね、初期やからね。そうや、びっくりした。2時間ってちょっと思っちゃったよね。160時間ぐらい遊んでるんでね。はい、ということで今回はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でしたー。